私は日本の四国という島の中の香川県というところで生まれ育ちました。海があり山があって、大都会ではないんですけれども自然に囲まれた大好きな場所ですね。とても光栄に思います。これからの自分の役割と立場を全うして、龍銀という私のレストランをここに訪れるゲストのためにさらに盛り上げていきたいと今は思います。私の名は誠治山本、龍銀という日本料理店をやっております。この度はアメリカンエクスプレスアイコンアワードにお選びいただきありがとうございます。それは私のチームスタッフ以外に今は思いつきません。毎日のように当たり前に顔を合わすチームスタッフが私の財産であり私の宝物です。このようなチームであるからこそゲストに対し我々のメッセージを強く伝えることができるわけです。料理とは相性というか、料理以外の道で自分が成功できるような気がしなかったわけですよね。自分には料理だったら一生かけてでもやっていけるような強い覚悟が若い時からありました。私の料理は日本料理です。日本料理とは日本の自然環境の豊かさを料理でもって表現したもの。私の料理は私のクリエーションや哲学よりももっと大事な、日本国の豊かさ、そして尊さみたいなものを表現しております。料理人は料理だけできてもダメです。そして料理を作るだけのマシンのように機械のように働いてもダメだと思います。心も体もリラックスして、最高の仕事をしてほしいと思います。人に癒しを提供する我々も自分自身を癒せる時間を持つことが大切です。それがゲストの幸せを考えられる余裕につながっていくのではないかと私は思っております。日本料理人の存在価値を日本国に認めてもらうことです。日本の豊かさを世界に向けて伝えていくのは本来は日本という国の仕事です。我々は一番そこに力を入れて仕事をしています。日本料理を国家職務としての価値にまで押し上げていき、テレビで注目されるスポーツ選手だけに憧れる若者が増えるだけではなく、料理を作るシェフの生き様に憧れる若者が増えていってほしいと、そんな未来を作り上げるのが私の夢であります。